10万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。2代目ブドウ家として普段味わえないものをうちのいい食材いっぱい使って提供しますんで、皆さん楽しみにしててください。おライドご飯、ライドご飯の時間がやってきました。イエイ、はい、はい、今日はですね、先日の10万人突破企画第5弾、うん、はい、2代目ブドウ家さんです。よっしゃ、ブドウ家さんといえば、うん、もうメロンシードともね、いたし、あやちゃんともいたし、うん、もう何度も言ってる、しかもあの濃度の高い豚骨と、うん、ライス食べ放題、まあ、マコは本当にブドウ家さんに何回言ってるのかってことね。もうこの体の何分の1かは確実にブドウ家さんでできてるからね。今回ね、このブドウ家さん、うん、どういうものが用意されているのか、ものすごい楽しみですね。そうだね、なんかね、ちょっと話に聞いたけど、ラーメンで器をね、うん、ちょっと用意したものがあるって聞いて、器だと思って、うん、ちょっと想像できないんですよ、はい、はいはい、ということで行ってみましょう。はい、ゴー。うちのスープを使った特製カレーこれに付いてあるんですけど、で、あとはここに、マコさんの好きな二郎系のなんか、まあ、ちょっとうちのスープ入れて、もやしキャベツとちょっとチャーシュー添えてあげて、で背脂上からちょっとかけてあげる、まあ、スープみたいな感じですけどね、はい、でこっちにあやさんの好きななんか、まあ、ちょっとベジタブルって言っても、まあ、九条ネギだけなんですけど、はいはい、あえ玉みたいな、あえ玉タンメンに、まあ、ちょっと味付けして上にちょっと九条ネギ乗せて、でなんかちょっとあ、ベースはブドウ家さんのスープでカレー。そうですね、ベースで、そこからまたなんか出汁を取ったりして結構本格的には作ってました。ーシーフード入ってたりとか、あーシーフードミックスだったりとか、サタロウさんとか、出汁からスープをそこからあ、そうですね、まあ、一応代表がなんか揃えてくれて、まあ、もともとあるお皿もありますけど、それにゴボンとなんか添え加えて、ベジタブルがお好きでしたので、ベジタブルあえ玉、九条、まあ、にちょっとどっさり乗ってる、でまあちょっと味がついてるので混ぜたからって召し上がってました。マコさんが、ジロケが好きだというので、まあ、うちのスープ使って、まあ、もやしキャベツをチャーシューで上から背脂をかけたり、結構ボリュームありますね、まあ、スープみたいな感じなんですけどね、はい、で、メロシートさんはガッツリ系がうちの濃厚のスープを使ったカレーです。あとなんか、具材とかもいろいろ入っていて、出汁を取ってって感じですね。で、ライスのおかわり自由、食べ放題です。カレー作るのが得意な方がいらっしゃるとおっしゃってた。そうですね、はい、あの常になんか、まあ、ラーメン以外にもなんかこうまかないとかで、でも名前はロイドセットカヤノです。おカバンも言い切りですね、はい、大丈夫です。
最初はもともとその辛いの乗せないようにしたんですけど、でもなんか具合的に寂しかったんで、なんかつけてもいいのかなって思ったっていうか、いや味はいいです。はい、まあ、シーフードだったり肉だったり、その旨味が多分海鮮の出汁とかも入ってるから、かなり美味しくなる。シーフードベースはちょっと薄いじゃん。はい。なんか全然なんか色がまた違う。そうですね、なんかまあタイミングがあればなんかやってみようかなとか、スペースが増えたり、人に行きたいと思ったんで前まで、普通にラーメンとかいろいろ、ご飯食べて、はい、まあ少しだ。静岡の方もまかないで結構ご飯食べるんですか。それはなんか家庭スープまでとか。そうなの。はい、家庭の。これはね。うん、ね。やっぱですね、スープに背脂乗ってるのし、なんか雰囲気全然当たり前ですけど。そうだ。スープのベースはやっぱちょっと薄いじゃないですか、うん、甘めですもんね、はい、うちのスープからさらにその背脂のせるとまたこれなんか違いますね、なんかジローさんとまた違った美味しさが、うん、どうしたらスープと背脂がなんか絶対買うんですよ、ちょっと、うん、面白い、なんか結構あった武道家の方はまかないで結構ご飯食べるんですか。あ、大事そうですね、やっぱご飯に合うものとか食べたりするともうすごい進んじゃうので、料理がしてるので大丈夫かってぐらいいろいろやってたので、いいですね。前までマスクした。まあその時間帯にもよるんですけど、いっぱい入れるときは2番目サブってことですか。そうです。あれ真ん中の1番目、2番目例えば3番目。うちのスープに入れるとまたあれなんですよね、美味しいんですよ、まあ、一応うちのシークレットメニューで辛み、はい、辛み、ま、裏メニュー、いや裏メニューです、はい、シークレットメニューで辛み濃厚辛み豚骨ラーメンっていうのがあるんです。でも武道家スープに背脂もなんか合いますね、はい、結構意外でした。いつもチリで食べてるから、あれ背脂と混ぜたらまた
で、あれまた二郎系の生ニンニクじゃない、はい、家系のニンニクでやるのもちょっと今回やらなかったんですけど、はい、それもちょっと興味あるし、はい、結構可能性がありますよね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱあのラーメンやってコラボしても面白くないかなと思いまして、うちのいいとこ取りで3品もね、カレーとあえ玉、あえ麺ですね。ベジタブルあえ玉。ブドウ家といえば九条ネギ。ブドウ家といえばもう九条ネギ。てかこの前お会いした時に、このセットのためにあのお盆買ったっていう情報。あのお盆買ったやつですか。買いました。あ、そうですか。パッと引かめたんです。ジバニトパ、おめでとうございます。おめでとうございます。2代目ブドウ家として、普段味わえないものを、うちのいい食材いっぱい使って提供しますので、皆さん。楽しみにしてください。ありがとうございます。この辺がいい、この辺がいいですよ。はい、ここでお願いします。じゃあここで行きますんで、はい、作っときますんで、ロイドセット、はい、ありがとうございます。どうもでは失礼します、はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、食べてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、すごい量でした。びっくりした、うん、確かに。いや、あのね、うん、自分武道家さんってもう本当腹パンパンになって帰ってくること多いけど、はい、これは過去一ですよ。過去一だよね。過去一で、うん、いや、もうあれはこの一杯で完結させようとして作ってくれてるとしか思えないボリュームだったね、うん、いや、カレーなんですけども、うん、もうあの武道家のスープで作ってると。そうなんだよ、うん、でね、カレーにすると、うん、意外にすっきりしてるんですよ。あ、うん、あ、うん、意外。だから、あのスープで作ったら、うん、どれほどの濃度のものが出てくるのかなと思いきや、ね、おすごいスッキリしてて、だけど、ちょっと何て言うんですかね、大人のカレーとか、大人のカレー。なるほど。何でもこのカレーは、本当当たり前だけど、武道家さんに出すのは初めてで、うん、まかないで今まで食べていたものってことで初出しですよ。うん、そうね、これはね、なかなか食べられない一品なのかなと思いました。うんうん、で、二郎系森のあっちですけど、はい、うん、もうあれ下に麺があるんじゃないかなって思いですけど、あれもやしだけであの量だそうね。で、ライスすごかったもんね。すごかった。すごかったよ。で、それもあのさっきと同じですけど、ブドウ科のスープを使ってもやしが浸ってるから、うん、これもかなりパンチ効いてますよ。なるほどね。すごかった。なるほど。私が食べた、九条ネギどっさりあえ玉というのが、はい、九条ネギの下に、うん、まあ麺と、うん、それからチー油、かえし、うん、それからね、特別な、うん、あの調合してある調味料っていうのが乗っかってて、うん、はい、結構あれね、パイかき混ぜて食べると美味しいです、うん、とても。で、うん、今回実はあの最初に言ったね、これをお盆買ったって言われてたわけね、まずは、うん、お盆って何に使うのかなと言って本当に分かったね、うん、だってあれさ、うん、でもこれはかなりお腹を本当にペコペコにしていかないと、普段の武道家さんと思っていたら多分自分でも食べきれないと思う、あの量。すごかったです。すごかったよね。うん、やっぱり嬉しいのはお店の方が今回のこのセットはそれぞれメロンシートとか、うん、あえちゃんにはこれとか、まこさんにはこれっていうのを考えて作ってくれたっていうのがね、ちょっとお話聞けたのがまたちょっと嬉しかった。いや、本当そうですね。うん、ありがたいですね。ありがたいです。はい。はい、そしてこのロイドセットなんですけども、はい、うん、11月24日火曜日から2週間限定で、うん、実施いたします、はいはい、1日15食限定でライスがおかわり無料ということですので、はい、うん、皆様お腹を空かせて行ってみてください。はい、はい、これはもう満足すること間違いなしですね。絶対すると間違いない、はい、はい、ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。